さんこんにちは、2センチです。本日はね、セボンスターを入れてるこのケースあるじゃん、これをちょっと控えめにデコっていきたいと思います。控えめにね。で、こっちが第2弾の方なんですけど、前回、6個買って開封動画上がってると思うんですけど、そちらで被った王子様とお姫様、こちらをここにつけたいなって思ってるんですけど、もうちょっとプラとかメッキとか被りの分増えてきたら、飾っていきたいなって思うので、これ2点はちょっと保留でお願いします。でも、お姫様はピンクでもいいんだけど、王子様ね、ブルーの方がなんかいいのかなってちょっと思ってて、ブルーさ、ごめん、私ね、結構被ってて持ってたんですけど、あれね、ちょっと交換に出しちゃいました。で、交換っていうのは、私が持ってない2段のセボンと交換ではなくて、それはもう私が絶対自引きするって決めたから、それはね、してないんですけど、これと交換しました。じゃん。第1弾の、ミルキープラだっけのシリーズ。こちらと、交換させていただきました。と、これが私がセボンスターを集めるきっかけとなった一番最初にお迎えした第1弾の、パーティーバッグ B のシルバーかな。スーパースター。レジェンド宝石出たらどうしよう。じゃん。かわいい。これまさかレジェンドか。レジェンドではないかな。何がスーパーラッキー宝石なんだろうか。これ?このデザインがラッキーってこと?でも超可愛くない?私青好きだからめちゃくちゃ嬉しい。うん。こちら。と、これはリボンコレクション B のゴールドですね。こちらを、交換しました。はい。初めてのセボンスター交換、セボトレですね。なんかツイッターでね、セボトレっていうのがあるのを、知って、ちょっとやりたいなって思ってたの。だけど、やっぱり持ってないのと交換するのって、私あんなにさ、なんか絶対死ぬ気で、メルカリでも買わないで、交換とかもしないでコンプするって言ったのに、それはちょっと道理に反してるなと思ってるので、道理持ってないのと、すでに持ってるのと、ツイッターで交換募集をさせていただいて、これ決まりました。で、こちらなんですけど、こちらは、実はまだ届いてなくて、私のこの引き出しから、1個出しました。だこれは私のものなんですけど、多分ね、30日に多分届くと思うんですよ、こちらが。はい。で、ちゃんと梱包もしていただいて、未開封のものなので、多分状態に問題があるってことは多分ないと思うんだよね。怖っ。大丈夫かな?だからこれはちょっと開けちゃいたいと思います。で。じゃらーん。こんな感じです。こんな感じで全85種、ここに入ってます。あ、これは私のだから、全84種になってんのかな、今は。で、この引き出し。ちょっと待ってね。どうやって取ろう。よっしゃ。一番上の引き出し、こんな感じ。で、上にこう、なんかこういうのをこう乗せちゃって飾っちゃうと見えなくなるじゃん。私上からこう見るためにこの透明のトレー買ったからさ、入れ物。この引き出しのここに、こう、グルーガンも買ってきたので、これこうやってさ、つけてちょっと可愛くしたいなって思います。で、第1弾の、メッキとプラだけここにつけて飾りたいと思います。で、その他にも一応ね、デコパーツっていうのを用意したんですよ。こういうの。可愛くない?こういうのあれば、なんか可愛いかなと思って用意しました。このクレープのパーツ。こういうのつければさ、可愛いかなって。あとこのお皿みたいなやつ。と、なんかラメ入ってるリボン。可愛くない?これめっちゃ。つければ、可愛いんじゃないかなと思って。だからここに、つけていきたいと思います。で、これさ、めっちゃばっかりになってるけど、外れんのかな?いけそう。いけそう。ちょっと待って。あ、取れた。取れました。かわいい。これさ、なんか、外して、ストラップにしてる人とかもいました。で、こんな感じで。あ、かわいいじゃん。これ、ここにつけたいな。あと、これ、唯一外してる。これはね、なんかめちゃくちゃ被ったから、一
構こうやって飾ってました壁に。これも外してさ、なんかせっかくならデコろっかなって思います。可愛くない？なんかこの透明なままでもいいんだけど、こうなんかこうつければさ絶対可愛いよね。ちょっと早速つけてみたいなって思います。ちょっと待ってて。はい、なんか捨てたい段ボール捨ててもいい段ボールと、あとこれダイソーでグルースティックっていうのを買ってきました。まあちょっと開けちゃってるんですけど、他のねことで使ったんです私。コンセントが短い、大丈夫かな、くっつくよね多分ボンドで。こうやって、もうなんかちょっと熱気がすごい。でこっちの方に青だからあえて黄色にしようかな。黄色のクレープをここにつけたいと思います。1個のケースにつきデコ2個ぐらい、あんまりガチャガチャだとちょっとあれかなって思うので2個までつけたいと思います。まず1個目これつけて、じゃあこれちょっと開封してみる。なんかやっぱさ、このミルキープラが好きで、あの本当はねガーベラとかミニチュアローズとかも欲しかったんですけど、ちょっとミルキープラを優先して探してたら、あのこういう風に交換決まっちゃってっていうか、まあ、交換していただくことになってですね、ちょっとプラはごめんなさい、申し訳ないんですけど、ミルキープラしかちょっと今回は用意できなかったです。その代わり第2弾の方ではフルーツプラと、あとこの童話シリーズとか、まあいろんなプラ、あとメッキはね、あの個人的にスイングチャーム B がお気に入りなので、スイングチャーム B と、あとセボンスターリングをつけたいなって今ちょっと考え中です。それをかぶったらまたつけたいと思います。あ、出てきた、ほらちょっと出てきてる。あ、なんかピンタワン、ちょっとやってみる、やってみていい？いい、やってみるよ。つけます。やけどしないようにね、みんなもこういうのやるのかな、やるときはやけどしないように気をつけてね。この取っ手のところにもこうつけたいと思います。かな、熱い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 、はついたついた、あーもう完全についたわ。あーもう外れません、取れません。これ開けれるよね。うん、可愛くない、え可愛くない。でこっちの方にはクレープつけたいと思います。あ、クレープじゃなくてこれリボンにする、これこのリボンにするわ。ちょっと待って、グルーがさ、めちゃくちゃ出てくる。いきます。こんな感じで。なんかね、あ、これはそんなに熱伝わってこない。メッキのやつすごい熱伝わってくんだけど、熱かったよ、本当に。よし、こんな感じで。で、ここにつけます。どう？え、可愛くない？え、可愛いよね。天才だよ、本当に。で、1段目終了。次、2段目。2段目は、秘密のボックスとか、パーティーバッグの A とか、入ってます。で、ちょっと待って。一回、ブルースティックのコンセント抜いて、こんな感じです。可愛い。やっぱ、リボンコレクション。A のピンク、マジで可愛い。で、こっちにはキャンディーをつけたいと思います。キャンディー今さ、頑張って外そうとしてんだけど、硬くて取れない。ちょっと待ってね。あー、取れたー。かわいい。あ、待って。下手すれば顔映る。この宝石のところに。これは、あ、ちょっと待って。グルースティックがとんでもないことやってる。こっちにつけたいと思います。こんな感じで。これ大丈夫かな？あ、いけるいける。ちょっと、ギリギリだわ。これ下にさ、あまりかかればさ、引っかかってね、よくない。あ、よくはなくはないか。いや、よくないわ。こうやって、で、右の方は、キャンディーだから、このキャンディー、このピンクのキャンディーをここにつけたいと思います。よし、グルースティックオンだ。私ね、第2弾の方は、あのドラゴン、魔法使いは、まあ、ワンチャンちょっとなくても大丈夫なんですけど、ドラゴンとお城と、お姫様と王子様絶対つけたくて、もうそれだけは絶対譲れない。フルーツはなんだろう、こう白雪姫っぽいイメージでリンゴのプラをつけたいなってちょっと思っています。でやっぱ王様だから、王子様だからセボンスターリング、あと私の好きなスイングチャームの B、
かなってちょっと思ってます。でもチャーミーパクト C のあの馬車の絵柄、あれもいいよね。なんかあれシンデレラっぽくない？いや白雪姫とあのシンデレラ混ざってるっていうちょっとよくわかんない感じなんだけど、チャーミーパクト C のあの馬車感もすっげー可愛いからありだなって思ってます。まあ、被ったらねあのつけようかなって思ってます。じゃあ行きます。キャンディープラ行きます。とさ、なんかさポンドなくなってきた。頑張って。ポンドさない、ポンドない、ポンドない。ちょっと待って、下手くそ私。いやポンドがさ本当に出てこないんだよね。次のスティック刺さないと。よし、こんなもんかな。これでも全然くっつくと思う。よし、行きます。ここかな。うん、うん、くっついた、くっついた、いいね。よし、こんなもんじゃないですか。でちょっとスティックをまた刺そうと思います。このなんかねこれすごい便利でさ、後ろにここ刺せばもう次ねどんどん出てくるな。あぶね。このキャンディーをつけます。怖っ、やけどしそう。みんなさこれやるとき本当にやけど気をつけて。私ねマジでこの前ねこれ使ったときやけどしちゃってさ真っ赤になったよ。赤くなった。じゃあここつけます。斜めにちょっとつけようかな。こんな感じで一回つけたらもうそっから動かさない方がいいと思う。多分ね後になっちゃう可能性もあるし、ボンドだからまあ綺麗に剥がせるのかな。よし、2段目できました。どうですか、キャンディーとキャンディー、いいんじゃない。あちょっと待って、またコンセントオフ。コンセントオフで3段目、3段目がリボンコレクション B と魔法のステッキ、あとプラのこれなんだっけ、ローズだね、ローズが入ってます。でここにリボンコレクションが入ってるので、まあ、リボンコレクションのゴールド、これをここにつけようかなって思います。届くよねちゃんと。いや交換してもらったから届くはず。あこれとあのチャーミーパクト A のピンクと交換していただきました。ピンクなんかすげえ被ってたからね。これとで右の方は何にしようかな、まず何にしようかな、この鏡にしようかな。鏡ちょっとでかいかこれ。あ鏡ちょっとやばいかも。待って、鏡さちょっとさでかい。問題はないけど鏡やめとく。なんか思ったよりでかいから。このリボンにします。このリボンと、よいしょ。リボンコレクションにします。じゃあこれちょっと開けるね。よし、取れました。これと、このリボン。まあ、リボン同士なんでいいんじゃない？で、ここにつけたいと思います。待ってね。2段目。さっきプラをこっちにつけたから、メッキこっちにつけようかな、次。ね。こう入れ、互い違いになるようにつけたい。よし、グルーガンオンだ。オッケー、よし、いいかな。こっちに、おいしょ、ここにつけていきます。待って、ボンドが出ない。押してくれ。あー出た、めっちゃ出ちゃった。やっぱりメッキのさ熱伝導率やばい。熱い。待って、熱いんだけど本当に。そこそこ熱い。めっちゃ熱いまでいかないけど。よし、こんなもんかな。うん、綺麗につけられたね。どう？いいでしょう。でこっちに普通のリボンのデコパーツをつけていきたいと思います。ぶれてる？こんな感じ。こっちはさそんななんだよ、全然熱くなんないんだけど、メッキのさ熱伝導率えぐい。熱の通りがこうやってちょっと斜めに置く。よし、こんな感じでどうすか。できました、3段目。かわいい、かわいくない。よし、次4段目ですね。4段目は
ミニチュアローズとガーベラ、あとチューリップ、あとバタフライとキャンディー入れてます。こちらは、あ、ちょっと一回、よし、一回電源オフよし、プーラーのこちら、セボンスターチョコかな、あ、まあ、クッキーでもいいけど、うん、まあいいか、こっちで。あ、そっか、ちょっと待って、これなし、これなし、これにする。こっちの色のセボンスターチョコにします。やっぱセボンスターチョコは大事だよね。これ大事かな、わかんない。あー、ギリギリいける、ギリいける。これと、何にしようかな、何にすればいいかな。セボンスターチョコとクレープが2個残ってんだよね。クレープはどっちか1個だから、これにしようかな。これで、クレープはピンク、次さ、ピンクのクッキー、一番最後の段がピンクのクッキーだから、黄色のお皿使ってるから、今これ使うから、青いクレープにしようかな。この黄色いクレープはちょっと今回なしで、じゃあちょっとセボンスターチョコを取るか。イエイ、オンにしました。あ、でもちょっと熱い、熱、結構熱い。よし、これむずいね。まあ、斜めにつければ大丈夫かな。あえて斜めにしない方がいいかもしれない。ちょっとむずいね、これ。こうやって見ると可愛いね。緑色の宝石なんだね。マジでセボンスターチョコのプラ天才だろ、これ。普段さ、そのおまけで入ってるチョコレートのまんまだからね、これ。それがネックレスになるって、天才だと思う。いきます。私さ、セボンスターにわかすぎてさ、プラはもう全部同じ絵柄だと思ってたの、最初の方バカすぎでしょ。なわけないのにね、なんかそう思ってたんだよ。メッキだけなんか毎回デザイン違うのかなと思ったら、プラもさ全然デザイン違うから、やっぱすごいわセボンスター。ここ開く？あ、いけるいけるいける、よかった。よし、くっついたね。こっちお皿にしたいと思います。このお皿可愛くない？リボンついてて、なんでお皿って感じだけど、こっち、うー、くらえーで、これでグルーガンの使い方間違ってますよってコメントで指摘来たらめっちゃおもろいけどね。マジってなる。これが正しいと思ってた私。教えてください、使い方合ってますか。これで一発でつくのありがたい、マジ。絶対はもう離れない意志を感じるもん、このお皿から。あー、もうくっついちゃいました、もう絶対離れませんみたいな、聞こえてくるもんね、お皿の声が。よし、4段目完成。じゃあ最後の段ちょっと待って、下にね、いろいろゴミが、やっぱ掃除しないとな。あ、一回オフ、一回グルーダンオフグルーダンって言っちゃった。最後はこれミルキープラのクッキー、これ使います。本当はエメラルドグリーンとかもあってもよかったよね。ピンクばっかしだったね。そこちょっと失敗しちゃったんですけど、まあいいよ、もうやっちゃったしもうやっちゃうもん、仕方ない。え、柔らか、ふにゃふにゃなんだけど、すぐ取れた。クッキー、じゃあちょっとオンにします。よし、もうすぐ出るんじゃないか。クッキーはこんな感じでつけて、クッキーのデザインめっちゃ可愛くない？ハートのクッキーと、しかもこれなんかさ、チャーミーパクと A にすごい似てる。あとこのクッキー、この柄なんていうんだっけ、市松模様だっけ。もう出ます、いきます。熱い。はっ、いきます。よし、くっついたね。こんな感じ、うん、完璧で、クレープ、いちごのね特デカいちごが乗ったこのクレープ、なぜ青い生地なんだろうっていうね。可愛いからいいけど、こんなん現実であったらちょっと食欲うせるわ。青何号とか入ってる青い生地。よしよし、それでブルーベリーのなんか天然
の色素みたいなのだったらいいけど、よいしょ、こっち置くね、斜めに置きます。よし、グルーガンのコンセントはすぐ抜く。よし、できた。どうみんな、え、可愛くない？可愛いでしょ。私これもうさ、やりたいって思ってたので、絶対動画にするって決めてた。これロリポップとチョコレートとクッキー、あとセブンスターチョコが入ってます。はい、ということで5段目こちらで、4段目、よしで、3段目、見えなくなってきちゃったね。3段目、よし、2段目で、1段目、よし、できました。どうですか？いや可愛くない？本当に可愛くない？ダメだ、本当にめっちゃ可愛い。早く第2弾の方もこういう感じでデコレーションしたい。そのためにはこういうあのセモンスター関係ないデコパーツをまた5個集めて、で、メッキとプラ第2弾の絵、そこら辺も集めてちょっとつけたいなって考え中です。で、私はちょっと今第2弾の構想としては、お姫様と王子様を絶対隣同士で置きたいなって今ちょっと考えてます。これでも 縦長だけど、これいけるのかな、引き出し。無理だったらちょっと諦めるしかないんだけど、まあ今考え中でございます。ということで今日はちょっと長い動画になっちゃった。あ、でもどうだろう、カットすれば短いかな。こんな感じに可愛くなりました。どうですか？え、めっちゃ可愛い、マジで。もう字が自賛しちゃう。めっちゃ可愛いんだけど、本当に超可愛い、やばい。ということで今日はここまでで終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、あとコメントとかねいただけると励みになるので、よろしくお願いします。チャオさんのグッバイ、じゃあねー。めっちゃ可愛い。